エステル王女は、スウェーデンのビクトリア王大使とベステルイエートランド、公爵、ダニエル王子の第一子で、原告王カール16世、グスタフの孫にあたる。スウェーデン王位継承順位は、第二位。公式の称号は、ヘンズ・クンリーがホーゲット・プリンセサン・エステール、ハーティジナ・エイブ・イスター・ユトランド。王女の誕生を祝う祝法エステル王女の、 文章現地時間2012年2月23日午前4時26分に生まれる。出生時の身長は51センチメートル、体重は3280グラム。全名はエステル・シルビア・エヴァ・メアリーで、それぞれグスタフ5世のオイホル家の夫人エステル、元王妃、シルビア、父方の祖母、エヴァ、デンマーク王太子・姫アリーにちなんでいるとされている。また、 フォルケとエステルの子息であるフォルケ・ベルナドってジュニアは母と彼女が行っていたジャリティ活動が現王室と深い関係があったことに触れた上で将来の女王のファーストネームが母にちなんで命名された可能性があることについてインタビューで問われた際は非常に光栄なことですと答えている彼女の誕生でヨーロッパの王室で将来の女王となることが決まっているジョジは 母のビクトリア王女、ノルウェーのイングリット・アレクサンドラ王女、ベルギーのエリザベート王女、オランダのカタリナ・アマリア王女、スペインのレオノール王女を含めて6人となった。2014年6月、ナショナルデーの式典で両親と共に、エステルは、スウェーデン市場では、初となる出生した時点で王太子となることが、確定している王女である。ちなみに、出時に推定相続人だった女性は、 バーサ朝時代のクリスティーナ女王とヘドビグソフィアがいた。ありがとうございます。